ですから結構ちょっとね、俺以前ついたガイドさん、いやその僕はその珍しいの場所がそのなんで中国の朝代、明清時代の皇帝様住んでる場所ですから、ここ、ここで住んでる皇帝様合わせて明朝で、明の時代14年、2つの時期が分かれる時期が344年、それは最後ラフラどこご存じしました、ラフラというのは富岐県内で彼の家です。そうでしょ、仕事と住んでる場所、今はその入りました両側は小さなわけです。この場所は仕事と、この場所は全国の漆器の中心です。このような水かめね、その合わせて308個。これはもうなんかもっとちょっと見れたんだけどね。小さいはその、政治の方が平安門一番高いです。平安門はその工場の専門です。はい、これは北京市はその遠いね、城壁4階。この場所は対日、何とかできる。こっちが。うん、帽子かぶってんのがあるでしょ。日本の。だから単なる見てね。わかりました。そのなんで、その日にその北京市民はここで集めています。玉さんに興味ありますか。ここで結婚の場所、富岐の前の皇帝皇叔殿。交渉店ここに書いています。彼、静止図はその皇太后が亡くなるときね、気づき安置の場所です。彼の長はメイです。いや、静止図です。実際は皇帝にとってね、女性がたくさん。両側はね、みんなそれを並べて、形は8みたい、中心ではなくて。おお、これがこれなの。交渉店年代は、大体日清戦争の時です。日清戦争の皇帝連合の皇帝です。実際ね、その清廷皇のご主人の多いです。はい、よろよろ写真です。
これ中はずっと向こう行くの。あ、だってね、後ろ登るとか登ろうできます。この場所が簡単にですね。